そうですね、まあ、すごくいい時間帯ももちろんあったんですよね。その中で自分たちのミスから失点をしてしまって崩れてしまったっていうような。さあ立ち上がり両チームどんな入りをするんでしょうか。今前半スタートです。まずはアベーの山形が前線にボールを送っていきました。山田、川野、浮かせる、村田、しっかりこう守備の時間を一回なくしたいところですけどね、しっかりボールをしっかり握りたい。ビニシウスが行く、ブロックして、さあチャンスだ。ビニシウス下げて渡辺、かばした渡辺、ファインセーブ松井。アポストユイに1人、ビニシウス上げていく、熊本、わずかに右でした。今度はシンプルに上げました。三木、小松、さあ右サイド中を見て速いボール飛び込んでいく、よく体を張った川野。最後は川野のブロックでした。そうですね、すごくコンビネーションというかね、お互いを意識してプレーできていると思いますね。山口から奥田、中を見てグラウンダーのパスが入る、チャンスだ、松崎、わずかに外れました。ビニシウス手を上げて上げていく、ニア、つらしてヘッド、パンチング、松井のファインセーブ。勝てば4連勝ということになります。展開していく、木村から川野、通りました、中3人います。クロスボール、キーパーこぼしている、ブロック、山田のシュートはブロック。前線に深堀と奥田です。中盤の左に山口、右に松崎、南から左サイド、クロスボール、大月、ついに均衡を破りました。山形先制、大月今シーズン4ゴール目。ここからしっかり作ってからですよね。いいボール入りましたね。前には深堀、さあパスが通る、山口、山口のシュートをこぼれて詰める、追いついた深堀。こう点を取れる男がね、しっかりシュートを狙ってきましたよね。まあ、ここでしっかりシュートを打って、中に通る、松崎、フリックして、山口、ニア、キーパー触った、ファインセーブ、佐藤明宏。ここで長いホイッスル、試合終了。両チーム次の1点は入りませんでした。